舞鶴湾に浮かぶ小島、茶島。ここには大正時代に旧海軍が建設し、終戦まで使用されていた茶島ガソリン庫が残されています。現在も良好な状態で残されていて、横須賀や呉など旧軍港4市が認定されている日本遺産の構成文化財に今年6月追加認定されました。戦後も国有地となり非公開の状態が続いていて、地元住民にとっては104年ぶりの公式訪問となりました。立派な作りやね、ほうけど、ひびもないし、相当な大事なもんが入っとったやのに。茶島ガソリン庫は今年秋に一般公開される予定です。